疾法とは、主に金属の素地に、ガラス質の上薬を焼き付けて装飾する技法、及び、その製品。古今東西世界各地で類例が見られる。日本における名称の由来は、仏教用語の、疾法あるいは、疾法瑠璃まで遡り、時代や地域によって、疾法流し、ビードロザ、疾法造眼など変遷してきた。サンマルコ寺院の世称パラ道録を品質な、 王さんの腕飾り。12世紀、エナメルの傷口から、素地のくぼみが見える。英語圏では、エナメルと呼称され、優先尻尾については、区切りをつけるという意味のフランス語由来のクローザネが用いられている。中国語では、尻尾の意味で放浪というが、日本国内では同様の漢字を用いて、主に鉄に釉薬を施したもののことを放浪と呼ぶ。英語圏では、 樹脂由来のエナメルと区別するため、ホットエナメルと区別されて呼ばれていることがある。補足として樹脂由来のエナメルは、コールドエナメルと呼ばれている。これら以外にも世界各地に様々なルレーがあり、それぞれの地域における名称で呼ばれている。起源前の古代エジプトが起源とされ、中近東で技法が生まれ、シルクロードを通って中国に伝わり、さらに、 日本にも伝わったというのが通説であるが、その道は一本道ではなく多様な経路で広まったと考えられている。10世紀の黄金のプラーク、オットーとマチルデの十字架西洋の尻尾は起源、前から存在することが知られており、シャンルベの技法はケルト人の遺品に見られる。尻尾竜とよく似たガラスは、BC1700 から1800頃の古代。 メソポタミアや BC1500 年頃の古代、エジプト王朝の頃から作られており、帝政ローマ時代のローマングラス、サーサーアン・アサペルシャのカットグラス、ビサンティングラス、イスラームグラス、そしてベネチアングラス、ボヘミアングラスなどと発展している。尻尾もその流れに沿って発展したと考えられ、東ローマ帝国で洗練されたクロワゾネの技法が登場し、 ベネツィアのサンマルコ寺院の祭壇の後ろに飾られた金色の瀬触りパラ道路や皇帝ロマノスイッセイレカペノスの書士で事実上の最小の立場も務めた観官,官、バシレオスのソースが作らせたリンブルクの生物容器はビサンティン美術の最も純化熟達した作品の一つとして世界的に認められている12世紀から15世紀頃までにはフランスのリモージュやパリ ドイツのケルン、スイスのジュネーブなどで、ロンドボス、バスタイユ、グリザイユ、サイミツ描画といった様々な技法が見られるようになった。また、最高品質のシャウンルベ製品がモザン地方で生産された。ミナンカリとは、中近東コーカサス地方ジョージア国のような産地で生産されている教会に飾られる宗教美術やジョージアン様式のエナメルを用いた、 ジュエリーなどのこと。インペリアルイースターエックロシアへの技法の伝来は、ルーシの諸公国が登場した頃に遡ると言われている。ロシアで最初の執法の記述は1175年のモスクワイパーチー年代期にあり、産業として発展したのは16から17世紀まで遡る。18世紀以降はロストフベリーキーで工芸品が開発され、 19から20世紀には、ロシアの宝石賞、金細工師であるピーター・カール・ファベルジェが、エナメルや宝石、貴金属で装飾した作品を制作している。ファベルジェの代表作である、インペリアル・イースター・エッグの中にも執法が施されたものがある。フィニフティとは、ロシアのロスト・フベリーキーのような産地で生産されている、装ン具や装飾品などの執法細工のこと。 英語のエナメルにあたるエマイル、ホットエマイルなどの表記も用いられている。明朝の執法中国では、執法のことを放浪と呼び、イスラム圏との交流が盛んであった元時代の頃から製造されるようになり、中国都来の品が日本にも入ってくるようになったと考えられている。明治時代の美術工芸品の評論書、心臓核雇用論には、既存の執法と考えられる。 フツローに対して、退職用、帰国用と称する外国の技術に基づく執法があり、中でもナイフの作は素晴らしいとする記述が見える。このフツローについては、諸説あるが、東ローマ帝国や西アジア一帯の地域、あるいはフランク族などを指すと考えられている。一方、退職については7から16世紀に栄えたイスラム帝国、つまり、 政党カリフ時代からアッパースアまでのイスラム国家やイスラム教徒のことであり、帰国は西北方の外国に対する別称であることから、これらの国が由来の執法と推測できる。明治時代の中でも影安年間に作られた糸放浪は特に評価が高く、現在でも中国の執法を影安愛と呼ぶゆえんとなっている。影安愛は日本ではあまり例を見ない制度を、 素地として用いていており、釉薬には日本の泥しっぽに似た不透明な釉薬が用いられ、特に青の色が好まれた。また、聖堂に生于した釉薬が崩れ落ちないように細かな、食線が全体に張り巡らされた。新台の後期帝、陽性帝、賢竜帝の山頂においては、特に画法楼が発展したが、後期帝代にはヨーロッパの影響を強く受けた。 宝浪旗が制作されている。また、建流帝大には、各種技法が融合され、中国と西洋の装飾文様を合わせた、宝浪旗も制作されている。建立出火古墳出土尻法をき系、ザガネグ展示品名は、7宝飾金具。上の画像の1個と下の画像の1組。これらは、すべて国の重要文化財、山和国高い茶群建語骨化古墳出土品に、含まれる。 奈良県立柏原考古学研究所附属博物館展示。現在のところ、日本最古の考古遺物として発見されている執法は、奈良県高市郡阿蘇村にある7世紀紅葉の造営と推定される県五五塚古墳で1977年に行われた阿保氏義則らによる第二次発掘調査の際に、 喫煙者の協調官の中から発見された、執法喫煙経済がネグ二点である。ただし、研究室科古墳より一世紀ほど古い、藤野木古墳から副葬品の一つとして出土した、近藤聖案金具を再古とする資料もある。この見解の相違は、執法を意味する言葉が存在したかどうかも明らかでは、ない時代において、藤野木古墳のもののような表面的な観察上は、 熱を加えたガラス面に金物の小飾りを押し当てて固着したようにも見える品を尻尾に含めるのかどうかという定義の違いやその前提となる製造方法がはっきりとは解明されていないことさらにはガラス質部分が金具の主要な要素であるかどうかといったことなどによるこれらにつくものについては諸説あるが奈良時代のものとして焦燥院法物の 黄金ルリデ伝セ十二両鏡が平安時代のものとして平等院法王,王堂の扉の執宝官が推定されてきた。その後、室町時代になると多くの執宝に関する記録が残っており、安土桃山時代の頃までには七宝が日本各地で作られるようになったと推定されている。国内では中世より仏教相互における宝石類、ガラス、 ラデンなどの玉だからの総称として、七宝という語が使われており、室町期の官光貿易にて、民より輸入した七宝器を、七宝りと記した。豊臣政権下にあった安土桃山時代後期以降の頃に、伊予松山城下あるいはその界隈の近郊市、課長が豊臣秀吉あるいは小堀遠州に見出されて受落したという。横井持冬の調べによれば、 家長は芋を釉薬で着色する、七宝流しの法を心得ており、京都の堀川油の工事に住んでいたようである。その後、江戸時代初期にかけて、満州院、大徳寺、桂離宮、修学院離宮、などの襖の引き手や釘隠しが制作されてゆく。さらに、現在国宝となっている、両校院の茶室や、西本願寺の国書院のような比較的内向きな、 空間に、尻尾の飾り金具が使われており、特に演習が手掛けた茶室やカツラリ宮の飾り金具は、家長や、その一派の作と伝えられている。天正十九年には、京都の近郊、平田道神が世にで、徳川家の大御所、家康の覚えをめでたくして、慶長十六年に幕府を抱え十人淵となる。駿府、江戸へと移り、大正時代まで十一代続く。 平田七宝の祖となった。同人は近代七宝に先駆けて透明性のある七宝の技術を持っており、その作品は花雲もん七宝唾に代表される。同人の技を継承する平田家の七宝師は幕府の御用職人となり、江戸で平田七宝として刀剣などの装飾を行った。平田七宝は1 8 9五年に将軍局の 古用達職人として、勲章の制作に従事した十一代目、当主、平田治のまで、一部の弟子を含めておおむね、一家相伝で続いた。江戸時代初期には、初代、彦四郎、同人と同じ頃に、九州にも、同じ平田を名乗る金郊がおり、尻尾流津波等を制作している。これは、細川三歳に従い、武前に移った、松本稲葉守の子。 平田彦像である。また、米光文書の中の平田啓図の形中に、白金採掘場七宝流という記載があることから、その後、小三郎も七宝に関わったようである。また、この頃に建設された、東照宮の七宝金具について、駿府へ移った、同人の関与を指摘する説もあるが、その作風の違いなどから、東照宮五蔵永長に記されている、丹野氏越前、 サンダユ孫十郎の配下の職人らが手がけたとも考えられている。この、東上宮御ご造英帳の中では、当該金具について、ビードロザと記している。平塚茂平の作江戸時代中期に入ると、基準作となるような例は乏しくなるが、住屋のドンスの間、青貝の間などの装飾は、今日も見ることができる。また、記録に残るものとしては、 京都で高月七宝が七代続き、同じく京都の吉田屋が、その後明治まで鋳物の七宝を手掛けている。この頃、近郊の一環では、常実の七宝瑠璃や七宝流し、ビードロザなどの呼び名が使われていた。また、加賀七宝や大見七宝など、京都、江戸以外でも独自の七宝が制作された。例えば、加賀藩五代藩主、前田綱則が、 元禄十五年に、将軍、徳川綱吉を迎えるにあたり混流した、おなり御殿にて使用された釘隠しや、文久三年に十三代藩主、前田成康が建てた、聖達三角の越剣の間にも、造岩執法の釘隠しが見られる。江戸末期には、天保七年に、東京の二大平塚模兵、高行が世にで、明治十年に第一海内国官業博覧会にて、 龍門賞杯を受賞した。平塚は当時まだ珍しかった透明油を用いたことから透明しっコートとも称された。その作はしっ流しあるいは平戸しっと伝えられており、それぞれ第2回、第3回内告白の目録にその記載が見られる。さらに第1回内告白の目録には平塚に製造を依頼した作をしっ焼きとして出品するものや、 平塚自身が、七宝像岩として出品した記録もあり、作品の出品者や時期などにより、様々に形容されていた。また、尾張の職人や、尾張瀬戸で生まれ京都東山に移り慶応年間に、清水で磁期製造を始めた、関山伝七、金運圏の尾崎久兵衛、さらに、六代金、高山総兵衛、十四代安田源七のような伝統ある投稿らも、 尻尾を手掛けた。ブローチやペンダントなどの比較的小さなソーシングから巨大な壺まで様々な作品が作られる。大きなものには専用の釜が必要になるが小さなものなら家庭用の電気炉や電子レンジを用いたマイクロウェーブ機運でも作成できるため趣味として楽しむ人も多い。フェラーリやポルシェなどの高級車のエンブレムにも用いられる。ありがとうございます。